はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチでね、久しぶりにやっていこうと思うんですけど、なんか笑ったね。気づいたら1ヶ月ぐらい経ってたね。今これ撮影してるの10月の18日なんだけど、この時点で、ね、この状況にいるっていう非常にまずいですね。何もやってないところからね、まあもう一度ね、這い上がりましょう。いやー、このルール今月で最後だからなー。なんか一応僕ね、禁止ポケモンルールと一番初期の方のルール以外は大体全部2000は1回は取ってて、3シーズンか2シーズンあるうちの、このルールこのルール好きなはずだから、なんかちょっとそれなりに行きたいけどな。選出できるかな。ザシャンがいるからヌオが欲しいと。でそれ以外をどうするかっていう話なんですけど、ミトムがいるからちょっと考えたいけど、別にハピナスを持っていっても何も面白くもなんともないね。こだわりドリックだったら、まあダイナとヌオでうまくはめれるか。ダイナから入ってヌオを裏に置いて、まあ矢になってくるのがランドロス、ゴリランダーだから、まあ無動っていう選出でいいかな。自信ねえな。まあこのゲームね、まあダイマックスがないから今は何とも言えんけど、まあダイマックスなくてもまああんま関係ないか。ある程度ね、別に悪く言うつもりはないけど、運ゲーもあるしいろいろあるから、試合試合をね楽しんでやることがいいんじゃないですかね。ランドロスから来る、まあステロ巻かれるんだったら無動速引いて僕もステロ巻きたいけど、その展開、まあ初手だからトンボ帰りの話全然あって、一回ね見たいんだよね。守りたいんで、守られやすいよねこれ。ああ一回守ってみても全然いい。発動順見なかったわ。どっちだった。とりあえず無動に引くか。どっちでも多分無動引きでいいんだよな。遅いならステロ巻くから、うん、僕もステロ巻きに行って、まあこれなら身代わりでもよかった話しなくはないけど、言うてここでステロ負けてるとこの後の展開が180度変わってくるわけで、ボガエリー、まあステロ巻かれちゃったけど僕もステロ負けるのと、この無動盆飲みあるから多少無理が効く。コゲッコで、こいつがダイナを殺してくる。コゲッコあと世界が終わるんだけど、まあ即ダイナ投げたいかな。とりあえずステロを巻き返して、僕の使ってるこの受けループ多分ねかなり古いよね2シーズン前にさ強かった受けループだからね。前のシーズンと今シーズンほぼ丸々2シーズンをさやらずに生きてたら、そりゃこんな時代錯誤構築を使ってしまうよね。このご時世でなんかとんでもない技飛んできた。なんだお前、えマジ何それは。物理型っていうのはわかるよ。なんだってめえ。ここ多分だけどザシャン飛んでくるから再生でいい。でステロで多分釣って2回釣ってあれかな、ヌオを圏内に入れてみたいな話がありそうだけど、まあかといってない。いやまあでも釣ってくるタイミングダイナ居座るならまあ美味しいか。で釣れば相手釣るの失敗した時にステロ入っていくわけで、そう考えるとだからこれ裏ザシャンだったらヌオを釣れるポケモンがいないと思うんだよ。その辺がちょっと悩ましいね。まあとりあえずここトンボ返り世界で一番美味しいから身代わり張るか。ステロあって遅いのは分かったから、守るはあると便利だけど、まあこの方のダイナがバレバレになっちゃったから、バレなかったらね多分世界一強かったと思うんだよね。バレてない当時1回でもいいから使ってみたかったけど、残念ながらね
僕は当時この無限大の存在知らなかったからね。地震打ってくるかな。まあ打ってくるなら打ってくるで8回枯らせばいいだけだから。なんか飛んなんか違うの飛んできたけど、これ耐えるっしょ。しかもあーそれは耐えないわ。耐えるの。そうでしょお前、どういう性能してんだよ。ここさ、雑車、いや雑車引きはいいな別に、全然守っていい。で雑車引いたとしたら多分次釣れなくて一回突っ込まなきゃいけないはずだから、そこでも引いて再生で雑車が削れるでしょ。でどっかのサイクルで無能でプレス打てれば雑車が殺せるからそれはいいんで。地震、ここのヘッドバックで毒を引くことが世界で最も重要だと言われていて、引きに行くか。世界一重要な毒決めに行くか。相手だとここ多分ね、なだれでいいんだよね。外しを考慮しないんであれば。僕が引くんでも、なんでも。無道出てきて、コケコが出せる回数に結構限りあるはずなんで、今のコケコも回復しないから。って考えると、ステロとプレスハイブル考えるとあんまり微妙なはずだと思うんだけど。とりあえず毒つくんね。そうすると、世界一楽。おい、おい、やってなかった分、運が溜まっとるね。地震、これでとりあえずランドロスが処理できることは確定したので。でコケコに対してはダイナ一生居座れるから、まあ、裏差しやんならまあ3体がかりで気合い入れるって感じかなとは。気合い入れるもクソもないな。守ってよくて、まあ、ここ素引きされちゃうとちょっと損するけど、まあまあ言うて回復する。でまあ多分このランドは十中八九回復味かなんかなんじゃないかな。まあそうだよ、そういうの持ってるよね。それ込みでも結局はダイナを殺せずに死ぬ命なわけで、いやなんかちょっと久しぶりにやってたら楽しかってきたな。こうさ、思い通りにさ、ほいほい毒が引けたりしたらそれは楽しいよな、このゲームな。でもパチンコ打ってる人も同じ気持ちなのかな。僕パチンコを、あ、パチンコは打ったことないわ。スロットはあるんだけど、パチンコは打ったことなくて、あれどういう気持ちでやってるのかなってずっと思ってるんだけどさ、今の僕と同じ気持ちなら、これにリアルマネーをかけるわけでしょ。まあまあだよね。いやまあまあなはずだけど、でも確率的にある程度負けることが担保されてるものにリアルマネーをつぎ込むわけはないんだけど、ないんだけど、まあそれでこうなんていうの、1万円入れてさ3万円になって帰ってきたとかってのあったらさ、うおーっ ってワクワクするわけじゃん。それはそれなりに楽しめるよね。このゲームは 100% 負けるみたいなことない。代わりに金も、でもそれだったらこのゲームやり得じゃね。金だってパチンコは基本的にはさ、統計的にはっていうか総合的にはまあ減る傾向にあるわけじゃん。だそれを加味してもさ、そうならないわけだからさ。でここね、いやまあ釣ってくるんだとしても、あのおっさんが道具で死ぬからこっち一体捨てれるんだよ。 TOD されることもないしな。居住残だったら安い。うわここ地震地点でもランドロス草むすきになって出てくるとかあったら世界最低のこと起きるよな。ちょっとね久しぶりにあれだね、また毎日投稿したいなという気持ちになったね最近で。前の動画で1ヶ月ぐらい前に言って終わってるんだけど、せっかくなんでね、もう1試合続きの話をしながらいきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていくんですけど、なんかバグってて反映されてないわ、価値が。これ、ハチマキ回遊だね。まあ、ダイナムドのさっきと同じ選出でいいかな。ただ、あの、ボケガエルが、ボケガエルが世界一だるい話と、回遊の型をチェックしてから多少動かなきゃいけなくて、ってか放射仕込まれてるだけで、普通に、めちゃくちゃめんどくさくなるからな。アームは別にそこまで脅威ではないんだけど、
無道から入った時にさ、放射が初手で飛んでくるのバカらしすぎね。本茶は別にいいんだよね、鉢巻きで飛んでくるのは。それは全然構わないんだけど。でも海竜がじゃあ仮に特殊技もあるとしてさ、竜舞サンウェポンとか。いや、羽はでも入れたいよな。いや、でもサイクル回して回復させてってことを考えないやつだったら、まあ、入れる理由ないから。まあダイナムのヌオは多分悪いと思うんだよな。初手のダイナムで守りたくない。ああ、身軽でいいか。まあ、困るのが竜舞なんだけど、身軽した時に。そのダブルウィングみたいな飛んでくるのが、めちゃくちゃだるいんだけど。それはね、別に多分、それに放射はさすがにないと思っていいから、見てから無動引きで多分いいはずなんだよね。羽があるならなおさら、ないから。スカーフ海竜みたいな、バカはこの世界存在しないから。多分これでいいはず。で、ハチマキ撃に飛んでくるんだったら、そっちね。そっちはそっちで、まあ別にいいか。特殊型なのが判明して、で、これで火力半分になったから、さすがにダイナコから絶対耐えるし、メガネでも多分耐える。から、まあ打者投げてくるんじゃないか。でもここもう一回身軽張られて次マジフレとかって考えるとさ、てかマジフレを切るはさすがにないと思うんだよ。相手視点からして。身代わりしかまだ見えてなくて、守るまで見たらまあ、やってることわかるんだけど。引いて、それもあるのか。これ正直一番めんどくさい手だね。お前マジフレマジでどうしてんだよ。守るまだ見せないわ。ここ仮にマジフレキャラで引いたとして、次多分ナット投げれないんだよ。お前マジフレどうしてんの？いや、まあ耐えるか一回は、マジフレ。捨てろ。死んでるが？で、ここのヘッドバックは多分まだマジフレないと悟られない。一回再生でもいいな。まだ見せなくていいな。再生でいいわ。ナットの攻撃は何でも枯らせるから。そうすると、しょうもな変化技打ち続けるマンになっちゃうから、この人。で、ステロあるなら、なおさら多分やることないんだよ。TOD はさすがにダイナいるから、サイズは負けなくて。ジャイロ OK。まあ、ジャイロか、枯らして、勝ちじゃない。ジャイロ、ステロ、宿り木。まあ、草技が入ってくるか、どうかみたいな感じだけど。ここで引かないなら多分相手も引けるわけがないか。叩きジャイロ捨てろ。アット2でしょ。じゃあアット1か。なんだアット1。これでもさ、身代わり残った時点でマジフレ考えてないのずるすぎでしょ。で、身代わり残るんだよ、君に対して。僕ジャイロ打ってきた時だけ話別だけど、叩き。まあ、いや、さっき引いてないから、ここ引かないんだよな。身代わりを、晴らしたタイミングで引くと、まあ、身代わりこっち残ってるけど、一応無傷で出せるんで。だから、そこで投げてくるかなと思ってたけど、まあ、そういうわけではなく。ね、こういうナットル今流行ってんのかな。僕が、さ、まあ、1シーズンの途中から、もう1シーズンの終わりぐらいまでだから、まあ、約 1.5 シーズンぐらいこう逃亡してた間に世界が移り変わってるのかもしれないけど、ザシアンどっちみち打点がない、どっちみち私には打点がない。ねえ、こう釣ってこようが何されようがさ、何もできんのよな。まあ一回再生でいいか。守るまだ見せなくてもいいか。ああ、釣ってきたね。でも出てくんの納豆か。わかんないな。これ多分マジフレもないと思われてんだろうな。逆に僕がマジフレある台になったら、それだけでこの試合勝ってるけど。いや、マジフレやっぱ。いや、だからマジフレはね、マジフレと身代わりはマジインチキなんよ。僕も当時っていうか、ダイマックスありの時代の頃だけどさ、
なんかやっぱ明らかに強かったもん、こいつのマジフレは。どんな技採用しても結局ヒードランに何もできなくなっちゃうっていうのはちょっと何もしようがないんだけど、ここ突っ込んでくるかな。脳投げるわ。これで5つ目入るから脳で回復してでらっしゃる、でらっしゃるか。でラスイッチの技は多分宿り気だと思ってよくて、まあ無動でなんとかしに行くか。こっちはゲステロもらってんの尺だけど、いやーこれでもヌオね、ステロ2回入るからね、ちょっと雑誌はまずくなるんだよ。あとカイリューがちょっと困る、次出てくるカイリューが困るな。てか困る試合になってきちゃった普通に。ここ叩きはいいんだけど、ねー、いや一回跳ねだな。いやあのカイリューの技がわからん、あの海流の技構成がわからん、マジで。流星群あって、メガネなのか。いや、あの海流メガネないと思うんだよな。ハチマキ銀の方が明らかに破壊する性能あるからね。だからあるね。無限大なが、鋼タイプに対してめちゃくちゃ無力なんよな。あ、雑誌に対して身代わり再生でもよかったか。あ、じゃあ身代わり守るで、枯らしに行った方がよかったか。ここちょっとミスったな。うん、これはステロで。とりあえずね。宿り気ないのかな？たぶんダイナ引きとかを考えての一回叩き突っ張ると思うんだけど、ここ出てくるよね、海流。で、叩いておくと。いや、これ流星飛んでくると思うんだよ。半減で一回耐えてさ、跳ねしたら、クソ余裕な世界来ない。ダイナ引いて、流星食らって。いや相手多分こう絶対流星押せるんだよね。ここ流星なんか飛んできたけど耐えた、お前マジか。これはもう一回サイクルを回せる話があって、なんかあれだな、やっぱゲーム何でもそうだと思うけどさ、やっぱちょっと期間を空けると良くないよな。毎日やり続けるべきだよな。勝ちたかったり上手くなりたかったりするんだったら。ねえ、なんでお前それ、避けたわ。打ち分けれるやつかーい。打ち分けれるやつかーい。引くかな。一回流星打ってきそうだけどな。だから相手がステロで何も削れたいのがまあまあ困っていて、いやてか海流が一生困るな。10万にヌオを引いても美味しくもなんともないからな、正直で。僕からすると海流以外のポケモン何も殺せなくて、うわダイナ炎技欲しい、炎技欲しすんぎだね。この技が欲しすんぎだね。マジで。残飯納豆。なんかダイナでからしに行かなかったのがバカすぎる。いや結局なんだかんだなんか多少ね、殴れる形じゃないと、うまくいかない話はあるね。言うてなんか、受けるプ向いてないんじゃないかな。向いてないんじゃないかな。かといって、じゃあさ、そう、何の構築に、勝ったわ。何の構築に向いてるんだって話があるけど、ないなって思ったって気がしたって思ってたら、なんか勝ったわ。お疲れ。勝った理由は不明です。GG。